見えてますよ相沢さん、星さん。ユリとホラーとコメディが混ざったちゃんぽんユリ漫画。主人公は幽霊が見えちゃう系の JK で、もう一人はスーパーアイドルの元クラスメイトの幽霊の JK。主人公だけはこのスーパーアイドルのクラスメイトの幽霊の幽霊が見える。このスーパーアイドルは雑誌とかの評判では完璧な性格の偶然アイドルだったということだが、幽霊になってやりたい放題できるようになった後は思考がいたずら好きの小学生だったので常に元クラスメイトたちに対してしょうもないことをしでかして主人公の幽霊が見えるやつはそのスーパーアイドルから目が離せないというコメディタッチの漫画。主人公は幽霊が見えると幽霊にバレると粘着されるので幽霊には絶対見えない普通のやつのふりをしなければ平穏が脅かされるのだが、例えばクラスメイトのモブが大事な髪飾りをなくした時に、スーパーアイドルがしきりに、髪飾りが落ちている場所をアピールしてくるのだが、一発で当てちゃうの見えてるバレするのでやや違うところを探しつつみたいな感じがクソ笑える。主人公は小学生のようなギャップとアイドル時代の悶迷感じでファンになってしまったという感じ。このスーパーアイドルがなぜ突然死したのかについては多分全く考えていなくて、ホラー見てたらなんとなくこんなネタが思いついたので作品にしてみた、みたいなやつ。ギャグがとても笑える。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。